開口反射とは、顔面高校領域に対する侵害刺激によって、急激な開口運動が引き起こされる反射である。侵害刺激で生じる開口反射には、高校粘膜に対して侵害的に作用する外来物を吐き出すなどの意義を持つ。また、非侵害刺激でも誘発され、攻防力の調整に役立っていると考えられている。 三叉神経上核に位置する抑制性解剤ニューロンによって平行筋が抑制されて開口が起こり開口筋が積極的に関与することはないと言われている咀嚼運動は随運動に属するが他の骨格筋による運動と同じように細かな調整は反射でななされているまた様々な外的刺激に際して生体を防御する反射機構も備わっている開口反射は その防御的意味の強い反射で、高校や高校周辺に侵害刺激が加わった場合に生じるものである。食事中に石や砂を噛んで反射的に口を開くのは、この反射である。高校粘膜や高校周辺の皮膚、死がに刺激が加わると、これらの情報は、三叉神経、第二枝及び第三枝を、急進路として中枢に向かう。中枢では、遠髄の主に、 三叉神経主致角角や三叉神経脊髄路角で、海在ニューロンとシナプス結合し、さらに海在ニューロンは三叉神経運動角で、運動ニューロンとシナプス結合する。この運動ニューロンは、三叉神経支配の筋を直接動かし、口を開かせる。ありがとうございます。